皆さんこんにちは、ハチです。今日は以前に浅野たまに植えたこの子に水やりをするところを紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。私なりの水やりの方法なんですけれども、こちらですね、見ての通り、浅でできていて、で土もネルソルを使っているので、上から水をかけただけでは普通に水を吸い込んでくれないんですね。なのでどうやるのかっていうと、まずはこちらですね、適当なカップなんですけど、私はこの計量カップ、先が細くて水が入れやすいので使ってます。こちらを直接上にかけるのではなくて、この下の受け皿に注ぎます。すると、分かりづらいかな、水が消えちゃった。こんな感じで水を注ぐ、そんな感じですね。でこれであとは下から浅が水を吸い上げてくれるのをただじっと待つだけという簡単な方法になります。でこれでやると、徐々に浅のために水が浸透していって、浅が湿った感じになるんですね。で最初のうちは水の吸い込みが悪いと思うので、そういう時はもう、気をつけてなんですけど、こうダイレクトに上から水をかけてもいいのかなと思います。私のはこれ何回か水をあげちゃってるんで、もう水の吸い込みがものすごく早いんですけど、やっぱり最初の頃は水が吸い込まなくて弾いちゃったりしていたんで、この方法を取りました。こんな感じで浅のたまに寄せ植えした場合は水やりはこんな感じでやっています。よかったら参考にしてみてください。それでは今日は短い動画ですが、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。